普段は何気なくクエストを受注してしまうもんだが、たまには受付嬢に感謝しないとな。今回は強烈な個性を持っていた歴代の受付嬢たちを振り返っていくぜ。あ、日の笑みのとかわいい。おいおい、今さら気づいたのか？ムービーでは見てたけど、クエスト受注の会話は飛ばしがちだったのよね。もったいないことしたわ。受付嬢との会話も、ちゃんと読んでいると愛着が湧いたりするからな。日の笑みのともいいが、歴代の受付嬢も個性派揃いだったんだぜ。中には強烈なキャラクターもいて、未だにプレイヤーの記憶に残っていたりする。そんなの言われると気になるわね。じゃあ、今回は歴代受付嬢について解説していくぜ。まずは初代シリーズだな。村クエの受付はココット村の村長だぜ。竜人族のおじいちゃんだ。受付嬢？正確に言えば受付ジジイだな。初期の作品ゆえだろうが、これは珍しいパターンだぜ。ちなみに集会所の受付は女性だ。上位担当はベッキーで、GQ 担当はドリスだぜ。実質、最初の受付嬢だな。どんな人なの？ベッキーは明るいが抜けてるところがあるキャラだ。ドリスはクールな感じで、ベッキーにツッコミを入れるポジションだぜ。ただ、ベッキーには隠された設定があるんだ。なになに？ノベル版での描写で判明したんだが、ベッキーは実はギルドナイトなんだ。ギルドナイト？密漁者などを成敗する人たちだ。悪いハンターを狩るハンターだな。人知れず悪を成敗してるって感じでかっこいいわね。ギルドナイト設定はゲームでは一切描写されていないぜ。ベッキーを遠慮なくアホ呼ばわりするあたり、ドリスも知らないのかもな。知った上で言ってるならすごい度胸だわ。ドスのジャンボ村の受付嬢はパティという女の子だ。酒場の看板娘も務めている。兼業なの？そうだぜ。昼はハンターズギルドの仕事をし、夜は酒場を切り盛りしている。ドスは村にも昼夜の概念があるから、パティの多忙ぶりをリアルに見ることができるぜ。ゲームしてるのが申し訳なくなるわね。ちなみにセカンド G の村上位クエストに、彼女が依頼人のドドブランを討伐クエストがある。ジャンボ村にいるハンターでは難度が高すぎるという身も蓋もない理由だぜ。この頼りないジャンボ村のハンターってドスの主人公のことかしら？主人公の後任のハンターか、別のハンターだろうな。ジャンボ村には他にもライバルハンターや主要中ハンターもいるから、そっちかもしれないぜ。ポータブル2、セカンド G の村クエ受付はポッケ村の村長さんだな。竜人族のおばあちゃんで、実はトレジーの姉だ。今度は受付ババアね。村クエにもカイト上位があって、村長さんはカイクエストの受付だぜ。上位は違う人なの？上位の受付はこちらのネコートさんが担当しているぜ。見ての通りアイルーだ。アイルーがクエスト受注係をしているのはシリーズを通して彼女だけなんだ。かわいい。ネコートさんはいろいろと珍しいアイルーで、コート以外にも特徴が多いんだぜ。アイルーは基本的に語尾にニャとつけて喋るんだが、ネコートさんは語尾にニャをつけず、お堅い喋り方をするんだ。話しかけた時の効果音は他のアイルーと同じでニャーニャーなんだけどな。性別は女性で、本名は内緒だそうだ。ネコートさんには周りの人間も敬意を示しているようで、村長もネコートさんと呼んでいる。アイルーらしからぬ威厳ね。最初は口調も相まって淡白な印象を受けるが、高難度のクエストをこなす主人公の実力は認めているんだ。クエスト後に賛辞を送ってくれることもあるぜ。どうしてネコートさんは難しいクエストを持ち込んでくるの？実は、ネコートさんはハンターズギルドからの極秘クエストを、信頼できるハンターに直接伝える仲介人なんだ。一般的なギルド職員も知らされないクエストも扱っていたりと、ギルド内でもかなり特殊な役職についているんだぜ。かなり偉いのね、アイルーなのに。そのギャップがいいんだよ。正直、ネコートさんはセカンド G に欠かせない癒し枠だったぜ。クロスシリーズにも登場するが、名物依頼文で有名な第三王女に絡まれて困っている様子も伺える。集会所はどうだったのよ？会はピンクの制服、上位は緑の制服の無名の受付嬢が担当していた。GQ はシャーリーという名前の受付嬢だったぜ。名前がついてないなんて、ちょっとかわいそうね。トライはある意味、受付嬢界の革命的なキャラが生まれた作品だぜ。革命的キャラ？モガの村の看板娘、モトイ、受付嬢の愛車だ。ゲーム内での故障はギルドの看板娘だぜ。本名はハンター大前さんを読むか、3G でアルバトリオンを討伐して、勲章をもらうかしないとわからないようになっている。本発売前に行われたお気に入りの看板娘アンケートで、ぶっちぎりの1位を勝ち取った屈指の人気受付嬢だぜ。見た目的には他の受付嬢と対して変わらない印象なんだけど、今までの受付嬢にはない、強烈なキャラクター性を持っていたんだ。
クエストを仲介するだけなのに？そうなんだが、セリフがいちいち強烈なんだ。例を挙げると、諦めたらそこでクエスト終了ですよ、や、決めろ、炎のクリティカルなどが有名だな。こういうようなセリフをやたらとでかいフォントで言うのが特徴的だ。緊急クエストのモンスター情報をクエスト後に教えてくれるなど、お茶目なこともしてくる。ここまで積極的にハンターに絡んでくる受付嬢は彼女が初めてだったんだぜ。ふざけてるようにしか見えないんだけど、一見するとそうだが、実はかなりすごい人なんだぜ。受付嬢は、地理学や博物学、モンスターの生態などの、幅広い知識を身につけないとなれない難関職なんだ。その上愛者は若年の身でありながらギルドの要職に就くことが決まっていたほど優秀だったんだぜ。だが、ふるさとのモガの村が地震に悩まされていると聞いて、要職の話を蹴ってまで戻ってきたんだ。根は真面目で村思いなのね。ナバルデウスの脅威によってモガの村に避難勧告が出されるんだが、そのシーンで彼女の素の部分が垣間見えるぜ。ギルドの指示に背き、ナバルデウスと単身で戦おうとするハンターと共に、愛者は村に残るんだ。さらに、避難しなかった村人たちの意思を汲んで、彼女はギルドに避難完了と虚偽の報告をした。バレたら首が飛ぶレベルの違反行為なんだが、彼女は仕事よりもモガの村を選んだんだ。この一連のシーンで彼女を再評価したハンターは多いだろうな。私もグッときた記憶があるぜ。まあ、ギルドが地球から監視していて、この行為は完全にバレたんだけどな。クビになっちゃったの？いや、結果的に村を救ったので、ハンターともども不問になったぜ。ギルドも粋なことをするわね。愛者の話で忘れかけてたけど、集会所には受付嬢はいたの？クエスト担当のキャシーとドラ担当のエリナと闘技大会担当のローラの3人だったぜ。セーラー服をモチーフにした衣装を着ていて、それぞれ個性的なキャラ付けがされていた。こちらの3人も根強い人気を誇っている。3シリーズの受付嬢、濃すぎない？サードの村クエの受付は行くもの村の村長さんだぜ。この人も友人族だがこれまでの村長と違っては解放だ。集会所の受付嬢はササユとコノハの二人だぜ。会担当のコノハは、お気楽な性格の自称敏腕受付嬢で、上位担当のササユは真面目なしっかり者だ。自称敏腕受付嬢？コノハは敏腕という言葉に憧れているんだ。集会所上位のクエストで敏腕受付嬢、という名前でクエストを依頼してくる。依頼文の内容が適当というか、取ってつけたような理由なのが特徴だぜ。ハンターが上位に上がってしまって退屈だったのかもな。可愛げがあるとも言えるけど、第三王女っぽさも感じるわ。4シリーズの受付嬢はソフィアという女性だ。ハンターも所属する我らの団の一員で、シリーズでも珍しいメガネキャラだぜ。聡明そうな女性ね。見た目も知的だし、口調も丁寧だからそう見えるが、実際はドジっ子だ。ムービーで本屋依頼書をぶちまけていたり、おでこにメガネを乗せて、メガネメガネ、という定番ネタもやらかす。さらに、クエストを進めていくと、モンスターに異様なほどの興味を見せる姿が見えてくるぜ。後に、初恋の相手がブラキディオスであるという衝撃の事実が判明するんだ。え？グラディモスの主要クエストを受注した際は興奮のあまり、グッダディモス、グッダディモス、などと騒ぎ出すぜ。マックノップチ、と同じリズムね。というか、討伐クエストを出すことに躊躇はないのかしら？特にないぜ。初恋の相手を狩猟しても悲しむ様子もないしな。こうしてソフィアは聡明な人からドジっ子、そしてヤバい人としてプレイヤーに認知されたんだ。ちなみにさっき紹介した愛者とは友人で、一緒に、ギッギネップラ、ギッギネップラ、と盛り上がっていたそうだ。ルイともね。ただ、最終クエストに赴く際は、何があってもハンターの帰りを待つ、というグッとくるセリフを言ってくれるぜ。4G でも、我らの団に対する愛着やハンターへの信頼なども見せる。ソフィアは最終的に、シリーズ屈指のヒロイン力を発揮するんだ。ギャップがすごいわね。クロスの村クエはベルナ村の受付嬢という無名のキャラが担当する。ベルナ村の受付嬢は村の観光大使も兼任していて、ハンターを観光名物にしようとして断られたりしているぜ。ハンターの銅像でも建てるつもりなのかしら。集会所の受付嬢も無名だぜ。こちらは市場を出したりもしないから、どうしても印象の薄いキャラクターだ。ただ、公式サイトにはスタイル抜群と記されている。公式が容姿に言及するのは珍しいことなんだぜ。名前には言及しないのね。ダブルクロスでは、舞台となる有識戦にもルーチェという受付嬢がいたぜ。テンションの高さと独特のセリフ回しが特徴的だ。書類を空にまき散らしてしまうなど、見ていて心配になるドジっぷりも披露してくれる。どことなく愛者を彷彿とさせるわ。
その愛者は、ルーチェとはマブダチになれそうな気がする、と発言しているぜ。変人受付嬢コミュニティが出来上がりそうね。ちなみに有識戦の酒場でもクエストを受けられるんだが、そこのクエスト受注係は珍しく男性キャラになっている。村クエはココッと村の村長がいたが、集会所の受付嬢ポジションでは彼が唯一の男性キャラだ。クエスト受注係の男キャラ自体、約10年ぶり二人目なんだぜ。シティハンターの海坊主みたいね。この人だけでモンスター枯れそう。ワールドシリーズの受付嬢は有名だな。彼女は固有渡りという現象を調査するために結成された新大陸固有調査団の一員だ。本当は編纂者という役割で、ハンターの相棒を務めている。食いしん坊で活発な女性だぜ。シリーズでも珍しく、クエストの際はキャンプまで同行してくれる。かまど焼きで食事も作ってくれるぜ。相棒、のセリフはプレイ済みなら誰もが覚えているだろう。この人も人気だったの？いや、なんというか、ユーザーからはかなり賛否両論だったんだ。調べるとわかるが、受付嬢は国内海外問わず、ユーザーから散々にいじられてしまったぜ。別ゲーレベルで顔を変えるモッドまで出回る始末だ。なんでそんなことに？彼女は前に出過ぎたんだ。危険地帯でフリーダムに動き回り、ことあるごとにモンスターに襲われてピンチを作ってしまったりな。やった人はわかると思うが、オドガロンのイベントなんかが代表的だぜ。その後も、彼女が反省する様子などは描写されず、ユーザーはモヤモヤすることになった。この辺は公式も重く受け止めたようで、一部のセリフが修正されたりもしたが、焼け石に水だったな。今までの受付嬢は好評だったのに、何が原因なのかしら。ゲーム性が大きな原因だと思うぜ。ワールドシリーズはストーリー性を重視したゲームだ。さらに、この作品の主人公であるハンターは、イベントで喋ったりはしない。主人公が喋らないゲームは代わりに喋る相方キャラがいるのがお約束なんだが、ワールドシリーズでは彼女がその役割を担っていたんだろうな。だが、残念ながら彼女は悪い方向に目立つ結果となってしまったんだ。歴代受付嬢もキャラクターが濃かったりしたが、あくまで村の中でのことだ。たとえイベントシーンであっても、主要の場に出てきてピンチを作り出すような前の出方はしなかったからな。ゲーム性の変化による煽りが、受付嬢に集中してしまったのね。相棒の話が長くなってしまったが、集会所にも受付嬢がいるぜ。アステラ、セリエナどちらの受付嬢も、可愛くて人気があったんだ。名前はついていなかったけどな。めちゃくちゃ美人ね。最後はライズの受付嬢、日の江と美の戸だぜ。やっぱり可愛いわね。霊夢は知っているだろうが、一応説明するぜ。日の江と美の戸は友人族の女性で双子だぜ。姉の日の江は里食え担当、妹の美の戸は集会所担当の受付嬢だ。タイトル画面などで歌っている方が日の江だぜ。主人公のハンターとは幼馴染で、勝手に家に入ってくるくらい仲がいいのよね。オープニングにそんなシーンがあったな。友人族は長寿だから、エディットでハンターを老齢にしても、幼馴染として成立するあたり、設定の妙だよな。言われてみればその通りね。双子なだけあって、見た目はかなり似ているが、二人とも個性的なキャラ付けがされている。日の江は明るく朗らかな性格で、ただでさえでかいウサ団子を一日50本食べる食いしん坊だ。美濃とはおとなしい性格で、絵を描くのが好きなんだ。リンゴ飴屋の看板の絵を描いたのも美濃とだぜ。リンゴ飴屋の絵も描いてたのね。知らなかった。二人ともキャラ付けがいいし、ストーリーにもしっかりと絡んでくる。さらに新要素の100竜夜行では、設備扱いではあるものの、共闘してくれるんだ。日の江は弓で光の矢を振らし、美濃とはランスでスクリュースラストのような技を繰り出すぜ。初めてプレイした時は、プレイヤーに愛される受付嬢の集大成って印象を受けたな。歴代受付嬢を振り返ってきたからこその考えがあるわね。ちなみに公式サイトの狩猟の導き書というページで、美濃との解体が見られるぜ。かなり独特だが、味のある絵で、落ち込んでる時に見ると元気が出る。後で見てみるわ。歴代受付嬢に関しては以上だぜ。強烈なキャラばかりだったわね。ライズの日の江と美濃とは、歴代受付嬢の、特にワールドシリーズの反省点を活かしていると思うぜ。主に関わるのは村や集会所になっていて、ダブルクロス以前の仕様に戻っているしな。受付嬢の進化を感じたわ。今後も個性的で面白い受付嬢が出てきてくれるといいよな。そうね。みんなの好きな受付嬢も教えてくれ。あと、今回紹介した中に好きな受付嬢がいたら、高評価とチャンネル登録を頼むぜ。歴代全部紹介してるのに？ご視聴、ありがとうございました。ゲームは1日1時間。モンハンやっててそんなの守れるわけないよな。
だが、あまりにも熱中しすぎるとモンハン中毒者特有の症状が出たりするもんだ。何か食べた時にガッツポーズし、走る時に脳内スタミナゲージが表示され、包丁の切れ味ゲージを気にする。脳内がモンハンに染まってしまった人の症状をゲームと現実の二つの面でご紹介だ。次回、モンハンをやりすぎた人に出る症状。ゆっくり見ていってね。